今解禁、幕張メッセで行われた今最も勢いのあるインディーズバンドマイファーストストーリーのライブに密着しました。今回のライブであることに初挑戦するという皆さん、今までの楽曲だったり新曲を全部オーケストラアレンジでっていう新しい試みをたくさんしてみました。ファンを驚かせるためになんと全曲フルオーケストラでライブを行うんです。2日間にわたる入念なリハーサルを経ていよいよ本番。サプライズでフルオーケストラが姿を現します。人気のハイトーンボイスで1万8000人を魅了しました。見たことないでしょ、フルオーケストラされてるバンド。何みたいな新しい感覚で聴けたから、マイファーストにオーケストラがあるのがびっくりしました。